モテギマリコは、日本のソルフェージュ講師、作曲家、編曲家である。大阪府大阪市安倍野区出身。4歳からピアノを始め、大阪市ひばりが丘学園小学校、大阪教育大学付属地、田中学校を卒業。1967年、朝日放送主催、僕らの歌作曲コンクール全国大会において、第2位受賞。その後、 東京芸術大学附属音楽高等学校を経て、東京芸術大学音楽学部器学科を卒業、同大大学院音楽研究科修士課程ソルフェージュ、専攻を修了した。卒業後は、演劇、ミュージカル、創作オペラなどの分野で、作曲、編曲、音楽監督、歌唱指導、ピアニストとして、数々の作品を担当。1981年、 東京芸術大学音楽学部音楽学講座、ソルフェージュ講師に就任。同時に、1981年から2004年、同大学附属高等学校において、非常勤講師も務めた。2002年より、同大学音楽環境創造科において、非常勤講師を務め現在に至っている。2009年、東京音楽大学ソルフェージュ講座非常勤講師に就任。 現在、東京芸術大学、東京音楽大学非常勤講師、日本ソルフェージュ研究協議会理事。これまで、富山県立暮れ派高等学校や八王子市立場、ゆずき小学校をはじめ、多くの学校より依頼を受け、校歌を作曲。また、自身の作曲、編曲、演奏による CD リリースも多数手掛けている。ありがとうございます。